北海道行って帰っお家帰ってきたらお家のトイレを忘れちゃったっぽくて、もう変なところでねおトイレをしちゃって、もう大変で大変で、でしつけのためにね、まあ、失敗したらケージに入れて、今もう配信30分から始める予定だったんだけど30分直前に床に、床っていうか、まあ、絨毯にしてしまって、そう大変で、だから今来るダメだから、今ケージに入れたらすごいワンワン吠えちゃって、だから今いつも配信してる部屋じゃないところで急遽配信してるんだけど、困ったもんですよ。かわいい、そうかわいいのはかわいいんだけどさ、そう困っちゃった。という感じなんですけども、皆さんお久しぶりです元気ですか。10時からのチェキチャ販売開始していますので、どうぞよろしくお願いします。マジお掃除大変なのよ、マジで本当に。そうなのねえクマ、そうお久しぶり。最近私がハマってる絵文字、ふいさん、ふいさん大変大変大変ですけども、どうしたの、どうしたの、どうしたの、かわいいね、どうしたの、どうしたの、かわいいね、はいはいはい、おりょ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 、みんなはどんな1月を過ごしていますか。どんな1月でした。まだ半月ありますけど、私はねゆっくりゆっくり苫小牧に入れてすごくハッピーでございます。とってもとってもハッピーハッピーでございます。あっ、いたずらしないでダメです、ダメです、よいしょ、締め切り？何の？学校のかな？え、いいね、兄夫婦の双子ちゃんなんだ、いいねいいね、似てるの？似てる方の双子ちゃん。シチューご飯さんこんばんは、フラットさんこんばんは、私はね、最近ね靴をね新しいの買いました。早く履きたいなと思ってるところでございます。仕事終わらんすぎてグロッキー、嘘でしょ、お一覧性の似てる方じゃんね、北海道美味しかった食べ物、あとそう、あとねおばあちゃんにストラップも買いました。おばあちゃんはね鈴の描いた鈴の鳴るストラップが好きなんだけど、いつもあんまり売ってないみたいに言ってて、売ってたので買いました。しかもあの何て言うの、運気アップのやつ、鈴の鳴りいいやつをめっちゃ探して買ってきました。そう靴はそう、いいものを買いました。
ちっちゃい。おばあちゃんあるあるなのかな。しおりちゃんも飼ってたの。ただいま、ママも。いやーいやーです。今日さ、そうそう、いつもね、そのクマたち、まあ特にクマなんだけど、クマちゃんのために買ってるね、まあ、ストーリーあげたんだけど、買ってるお店に行って、あのクマのご飯のふりかけとかをね買ってきたので、それをね、なんか初めてストーリーとかにね、本当におすすめだから載せたの。したら、あの知らなかったんだけど、篠田麻里子さんの旦那さんが経営してるところのお店だったの。知らなくて、そう、コウメちゃんから連絡来て教えてもらって、え、知らんかったと思って、そう、ふりかけ、そうそうそうなんかご縁ってすごいなって思いました。そう、ふりかけあるある。クマはふりかけないと食べないし、ご飯を。だし、そこのふりかけにもよるのよ、その食べる食べない。でもそこの一碗っていうところのふりかけはもうすぐ食べる。そうで、ふりかけが、そう、北海道行ってる間に切らしちゃって、で今日朝違うふりかけをかけてあげたら、ご飯一口も食べてくれなくて、困ったから急遽買いに行って、あまり今日は家にこもる日と思ってたんだけど、急遽買いに行って、そうで夜ふりかけしたらもう完食すぐ。そうだから、そうで、そこのおやつもすごい食べがよくって、そう、乗せたらまさかの篠田麻里子さんの旦那さんの旦那さんが経営しているお店だったって今知りましたね。そうだ、コウメちゃんに知らないで買ってんのウケるって言われてほんと知らんかった。のり玉ではない、ささみふりかけです。可愛くない？いるんだけど。いるんだけど。そう、クマちゃんのために今そこにお布団を2つ置いてる。くしゃみが出そう。そう、そんな感じで。そう、布団二つ。ベルのとクマのと、ベルちゃんは今ケージにいるのでクマちゃんに置いてます。ナマケモノさん、こんばんは。この間ね、
そのお買い物に行って最後に買おうと思ってたものを買い忘れて帰ってきちゃって、でまあまあちょっと遠いとこだったからマジで最悪って思ってる1月でもあります。そう、怠け者さん結婚してありがとう。そう、あ、そうそうそう、あの1月の29日のライブと2月10日のライブ、みんな来てくれますかね。2月の10日の SPC は今日からかな、ぜひ来てください。ぜひぜひ。お、申し込みました。ありがとう。お、やった。そうだからなんかわかんないっていう意見も多かったんですけど、1月29日の一部出演する、2部が出演しない、そして2月10日の一部2部両方を出演します。で、1月29日の一部と2月10日の一部が同じです。で、2月10日の2部が最後のライブです。ぜひ来てください。OK ですかね。2回目やる時の金沢ってどういうこっちゃ。寝ました。見えないか、ちょうど見えない。かわいいよ。起きちゃった。起きちゃいました。遅い時間だっけ。めっちゃかわいい。寝てます。なんか1月もう中旬じゃん。1月中旬なのに一緒に入れるの不思議ですね。何度も言うけど、くしゃみでそう、さっきからなんでだろう、めっちゃ鼻がムズムズする。拍手はダメだ。あ、そう、ラックユもあるね今年は。ゆりちゃんこんばんは。花粉なのかな、違うと思う。何なの。アディショナルタイム、一般人っていいよね。急に一般人っていいよねってきた。
そうだ、箱根駅伝の話もできたね。寒暖差アレルギーってなんだろう。3月で最後だからね、ラックユーは多分、おそらくだけど。あら、チキチャのお時間になったみたい。早っ。では今日は短いですけど、この辺にしたいと思います。ではまた、また配信した時に遊びに来てください。めっちゃ短くてごめんなさい。ぜひチェキちゃん遊びに来てくれたらとてもとても嬉しいです。待ってます。ではバイバイ。バイバイ、ありがとう。1位はザワピンです。ありがとう。バイバイ。